はい、どうも、しゅういてぃみでーす。りょうへいでーす。お願いします。というわけで、はい、夏到来ですよ。暑いっすね。めちゃめちゃ暑い。撮影でも本当に今日6時間やってますけど、2リッターのペットボトル2本全部飲みました。まあ僕も華麗に釣ったんで。今回なんですけど、りょうへいに隠してたことが実はあるんですよ。とはちょっとなんか、まあ、夏なんで、はいはいはい、りょうへいに隠し事したいなと思って。どういうこと？隠していました。はいはいはい。プロ野球のお祭りといえば侍ジャパン。呼んだ？プロ野球7月中旬に行われるイベントって何ですか？まあオールスター。オールスター。そう、オールスターといえば、オールスターといえば、オールスターといえば、うん、ホームラン競争。はい、ホームラン競争。はい、来てました。はい、あとは MVP 誰どのみたいな。はい、そして、まあ、解説者との愉快な選手たちのトーク。はい、そして選手ってなんか野球道具って特別なもの使いません？あ、そうですね。バッティンググローブとかも結構なんかオールスターモデルとか。そうですね、バットだったり、僕も買ったりとかしましたね。グローブだったりスパイクだったりいろいろ使うと思うんですよ。はいはいはい。で、まあ隠し事っていうのは誰にも言ってないんですよ。誰も言ってないんですよ。ブン！はい、こちら水野ダイバーシティブルーオールスターモデルのグローブです。内野手を購入しておりました。てん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 。ごめん、おじさんの動画見ちゃった。あ、見ちゃった。でも言ってなかったんで、きっとそれを見て気づいたんだろうなっていう。あ、そうです、本当にそうです。はい、大井くんにね、事前に購入したんですけど、片付けをお願いできませんかって言って、で、良平さんがいるじゃないですかって言ったんだけど、良平には黙っているんですよって言って、で、大井くんの方で動画撮っていいんで、片付けもしていいんで、その大井チャンネルを見て余計気づくっていう流れにしたかったんですよね。はい、いや、ビビりましたよ。はい、で、なんかまあ大井くんもね、もう快くやってくれたし、でまあこれ、まあ、型がちょっと坂本選手モデルに似てるっていう、まあ、まあ本当なのか分かんないけど似てるってことで、まあ多分坂本選手も型型っていう感じなんですよね、はい、でそれに似た感じの片付けをしてくれたんですよね。はいはいはい。親指固定でこっちだけこう動かすような、はいはいはい、れて、まあ非常にいいね。ほら、このいい天気の中、こう光るんですよね、キラキラと。そう、エナメルなんですよね。そう、エナメルなんですよ、質がね。外がで、中は普通のネイビーの、はい、うんうん、外がこうエナメルでキラキラしております。はいはい、はいはい、でこれを購入して、まあ何も本当袋の状態で大池に渡して、片付けしてもらって、大池チャンネル出して、両平気づくっていう流れしたくて。で、よくさ、よくさ、俺らさ、俺実はオーダーしてんだ、聞いてないよ、そんなの、逆に、別に俺、オーダーしてるんですよ、聞いてないよってよく言うじゃない、はいはいはい、そういうのもあって、大井さんを巻き込んでやったと。そう、大井君巻き込んで、大井君もやっぱグローブ好きだし、まあそうですね、こうやってオールスターっていうさ、うんうん、この時期でしかないグローブをやっぱ紹介するのは大井君の使命だと思ってるんで、うん、プラス片付けね、思ってるんで、これを大井君に託して。っていう、まあ、両辺にドッキリを仕掛けたんですよ。まあその見た時は本当にえってなりましたね。持ってみてちょっとどんな感じか。はい、そうですね、まあまあ、まあ多分坂本選手モデルだろうなという感じで、一つ気になること言っていいですか？ダメです。ダメですか？なんか言いたいらしい。片付けの人。いや、片付けとかじゃなくて、すっげえエナメル気になるなってだけです。背面のエナメルがやっぱ普段革に慣れてるじゃないですか、うん、なんでここ若干気になるなっていうのはありますね。人差し指ですか？人差し指言ってそれ、人差し指、ここの部分のエナメルを人指出した時にちょっと気になるなっていう、肌触りが違うなっていうのはありますね。で、まあもう皆さん多分坂本選手モデルを知ってるので、肩の特徴は大丈夫かなと思います。いや、本当に綺麗ですね。新規かもしれないですからね。新規の人用に説明してる。お前逆に言うと分かんないですよ、坂本モデルがあんまり。皆さん多分坂本選手モデルを知ってるので、肩の特徴は大丈夫かなと思います。省いてる、こうやって楽すんだよね。違う、本当に分かんないよ。あんまり、もう僕坂本選手モデルを持ってないんで、とかはめたりもあんまりしないんで、水野のグローブあんまり使わないんで、あんまりよく分かんないですけど。で、今日は特別に大阪から YP が来たんで、 YP チャンネルと、はい、一応出てもらって、はい、YP チャンネルと、ちょっとじゃあこれ、はい、はめ、翔平さんがはめていって。挨拶、挨拶。あ、どうも、日本チャンネルのゆうぽんです。炎上系です。お願いします。ご紹介はどうですか？どうかと思うけど。で、このグローブね、はい、多分動画使ってもらったんですけど、はい、どうでしたかこれ。いや、でもなんかさっき坂本選手モデルに似てるって言ったじゃないですか、はいはい、だから本当にそういう感じ。坂本選手ってイメージとしては掴む
ですけど、うん、でも面自体はその広いんですよ。もともと水野って自体指長めなんですけど、はいはいはい、その中でもちょっとサイズが、まあ内緒、一般の内緒だったら大きめなんですけど、ボケっとした広さじゃないんですけど、その面っていう部分では広めなので、しっかり奥行きもあって、うん、がっちり取れるし、操作性もだからある程度のことはできる、はいはいはい、当てもできますし、掴みもできるし、挟むのもひねるのも何でもできるです。大きさなんですけど、そのまあさっき言った通り坂本選手モデルなんで、まあここ固定しながらこっちで持ってくるっていう形です。サイズは、いやもう解説見た感じかっこいいですよね。やっぱそうですね、かっこいい。やっぱエナメルでなかなかないじゃないですか。なかなかというか、まずエナメルを使ったグラブなんて聞いたことないですよね。そうなんですよ。でこう太陽にこう当たるとめっちゃこうキラキラする感じ。めちゃめちゃそうですね、まあ、ちょうど昨日撮影日が今オールスター2日目、そうですね、今日昨日、まあ、あのメットライフドームでオールスターやってた日だったんですけど、あの増田投手ロッテの、うん、まあ、あの家ギリギリ帰って間に合ったんですよ。で見てたらやっぱ LED の照明でもめちゃくちゃ綺麗に入るんですよ、うん、そうライターで使っててもすごい綺麗に映るなっていうのは感じました。そうですね、まあ、これもね、あの今後また企画とか撮影でやっていきたいと思いますので、はい、今日は撮影ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひとも会いましょう。ありがとうございました。はい、というわけで、本日はこちらのグローブをね、両辺にドッキリ仕掛けて買っちゃったっていう動画でした。事故です、本当に。で、大井チャンネルの方でこちらのグローブを片付けしてるところ、うん、映像あるんで、それは概要欄見てもらって、はい、チェックお願いします。お願いします。では、本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、よいしょよいしょー、ユーポーチャンネルも見てね。見てねはい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.